ケンブリッジは、イギリスのイングランド東部にある、ケンブリッジシャーの州都である。ケンブリッジ大学の所在地であることから、大学都市として有名。現在では、シリコンフェンと呼ばれるイギリスにおける、ハイテク産業の中心地の一つとなっている。人口は123,867人で、このうち24,488人が、学生である。英語での発音は、カイム、BD。 漢字では、県境と表記される。ロンドンの北北東約80キロメートルに位置する。南から流れるケム川が、市街中心部の西側を通り、東へ向きを変え、さらに北へ向かって流れる。ケンブリッジのケムの故障であるグランタは、現在でもケム川上流部の河川名や、ケム川上流、ケンブリッジからは、南南西にある村落の名称グランチェスターとして、用いられている。 市街中心部の北、現在は、ケンブリッジ州庁舎の位置しているあたりは、やや小高くなっており、かつては、城塞が設けられていた。ただし、一帯は、東アングリア地方のなだらかな地形を反映して、全体としてはあまり起伏はなく、市街中心部の海抜は5から15メートル程度である。ケンブリッジ空港が存在している。市中心部から2キロほど南に、ケンブリッジ駅があるほか、 2017年3月には、北に、ケンブリッジノース駅が開業した。市内や、近隣の町村を連絡するバスの多くは、ドラマーストリートに設けられたバスターミナルを起点としている。また、市内の主要地点を10から20分間隔で結ぶ、シティというバスが8ルート走っている。2008年2月現在、市内にバス専用道を建設中である。 長距離バス用のコーチステーションは、かつてドラマーストリートに置かれていたが、現在ではパーカーズピース横のパークサイドに設けられている。ロンドンとの間は自動車専用道 M11 でつながっている。ケンブリッジを本拠地とする以下のサッカークラブチームが存在するケンブリッジは以下の都市と姉妹都市締結を行っている。ありがとうございます。